付け終わったので上がります。お疲れ様でした。どうも。ひなまりさん、また会ったね。何か用ですか？バンドを移籍する話なら断ったはずですけど。そうなんだけどね、やっぱり答えは変わらないかなって思ってさ。変わりません。私は今のバンドを続けます。そっか、残念だな。今日はいい返事をもらえると思ったのに。じゃあまた近いうちに誘いに来るよ。そこは何度来ても無駄ですとか言うべきとこなんじゃないの？やっぱり少し悩んでくれてる？私急ぐので。待って。何ですか？これ次あるライブのチケット、一度見に来てよ。私たちのライブ、君に聞いてもらうために全力で歌うからさ。どうしてそこまで私に？言ったでしょ、君のベースが好きなんだよ。でも私たちのバンドは今度メジャーデビューするの。その時はベストメンバーで挑みたいんだ。そういうのって今まで一緒に頑張ってきたメンバーでやりたいって思うものじゃないの？君そういうこと言うんだ。なんだか意外だな。遊びのバンドとプロは違う。中途半端な気持ちで音楽をやってる子はプロでは通用しないよ。そういう子がいると他のメンバーのモチベーションにも影響するし、本人にとっても良くないからね。だから本気で音楽をやる覚悟を決めた子たちとじゃないとこの先の道は進めないって私は思ってる。君も私と同じスタンスだと思ってるんだけどな。私は今週末の夜ライブやるから、まだ迷ってるなら私たちの演奏を聞いて決めてほしい。志保、さっきの歌どうだった？一花は高音が甘い。特にサビが上がりきれてないから曲の盛り上がりに欠ける。ごめん、もっと練習するよ。ホナミは後半集中力が切れてミスショットが出てる。サキもつられてリズムが崩れてるから一体感がなくなってる。ごめんなさい。難しいな、このパート。すごくリズムがつかみにくいんだよね。逆にリズムがつかめればどう指を動かせばいいのかわかるはずだよ。そっか、わかった。もっともっと練習しなきゃね。無理しない程度にだよ。わかってる。次こそはノーミスで頑張るぞ。私ももっと練習しないと、プロになるために。ねえ志保、ちょっといい？サビのところで相談があるんだけど。ごめん、志保も自分の練習があるのに。謝るくらいなら練習しよう。私もみんなと上手くなりたいから。志保、ありがとう。今日もいっぱい練習したね。帰ったらゆっくり眠れ。
れそう。ホナミもサキもかなり良くなってたよ。本当？よかった。うん、私も聞いてて思った。二人ともどんどん上手くなってる。私も負けてられないな。こんな感じかな。来てくれたのに練習に付き合わせちゃって。なんで謝るの？リンはネネちゃんと一緒に歌えてすっごくすっごくすっごく嬉しいよ。ありがとう。じゃあ、あと一回だけ付き合ってくれる？もう少し練習しておきたいんだ。一緒にニコニコハッピーになっちゃおう。ありがとう。じゃあ歌うね。みんな今日もお疲れ様。また学校でね。うん、お疲れ。みんな頑張ってるね。少しずつだけどバンドとして成長してるって感じる。うん、そうだね。じゃあ私バイト行くから。あ、うん、頑張って。ありがとう。練習した後も志保はバイト先でベース弾いてるんだよね。私ももっと歌の練習しないと。志保のレベルに追いつけるように。でもどうやって練習すれば上手くなれるんだろう。え？すごく綺麗な声、誰が歌ってるんだろう。あの人が歌ってるんだ。上手いけどそれだけじゃない。繊細で、でも伸びやかで自由な感じ。私もあんな風に歌えたら。あの、ごめんなさい。あ、行っちゃった。びっくりさせちゃったかな。歌すごくうまかったし、うまく歌える方法教えてもらいたかったんだけど。また会いたいな。ただいま。どうした、サキ。今日は随分と疲れているみたいだが。もしや体調が悪いのか。ううん、大丈夫だよ。ちょっとバンドの練習が忙しいだけ。そうか、熱心に練習をしていて偉いな。だがな、サキ、たまには息抜きも必要だぞ。どんな天才でも疲れが溜まっていては 100% の力を発揮できないからな。そうだ、先にこれをやろう。ん？これ、チケット？フェニックスワンダーランドの特別招待券だ。ちょうど4枚もらっていてな。
今週末にでも4人で遊びに来たらどうだ。そして俺たちのショーを見て笑顔になってくれ。ああ、ありがとう。ずっとフェニランに行けてなかったし、みんな喜んでくれると思うよ。みんなを誘ってショーを見に行くね。だけど、4人でフェニランに行かない？え？お兄ちゃんがチケットをくれたんだ。昔はみんなでよく遊びに行ってたし、練習の息抜きにどうかなって。そうなんだ、私はいいと思うな。最近みんなも疲れてるみたいだったし、リフレッシュしたらもっといい演奏ができると思う。そうだね。うん、私も賛成。志保は？私は。やっぱり練習するよ。遊園地は3人で楽しんで。あのね、志保ちゃん。何？今の時期ね、限定フィリペンちゃんが発売するらしいの。それにお兄ちゃんがバイトしてるから、もしかしたら落ち込むと握手させてもらえるかもしれないよ。すごいでしょ。さっき。次の日から私もいっぱい練習頑張るから、いつもよりいっぱい頑張って志保ちゃんもびっくりさせるから。だから一緒に行こう。どうしようかな。でも前に誘われた時は予定があって行けなかったし。わかった、限定フェニペン楽しみだね。うん、みんなでいっぱい遊ぼうね。みんな歌おう、そして踊ろう。素晴らしいこの日のために。うるさ。司くん、今日すっごく気合入ってるね。何かいいことあったのかな。今日司くんの妹さんとそのお友達がフェニックスワンダーランドへ遊びに来るらしくてね、妹たちに最高のショーを見せるんだ。張り切っているようだよ。そうだったんだ。そういえば司くん、時々妹さんの看病でバイト休んだりしてたの。すっご
ごく妹さん思いなんだね。まあ誰にでも一つはいいところもあるよね。今日の俺はいつもより乗っているぞ。これで俺たちのショーを見たサキたちも日々の疲れから解き放たれ、また新たな気持ちで練習に励むことができるだろう。ワンダーアイ、バッチリ頑張るぞ。ね、ネネちゃん。私は別にショーで手を抜いたことはないし。そうだね、今日もいつも通り最高のショーを観客へ届けようじゃないか。みんなも絶好調みたいだね。あのね、ミンもね、みんなと一緒にいっぱいショーをやりたいな。あ、ミン、今日はステージにいるんだ。そういえばミンはあまりステージに来てなかったわね。どこに行っていたの？ねえ、いろんな場所でショーをしてニコニコ笑顔を届けてたんだよ。へえ、面白そうだね。僕もリンみたいにいろんな場所に行ってみんなを笑顔にしたいな。じゃあ次は二人でお出かけしようよ。レンと一緒だからもっともっともっとハッピーなショーができると思う。俺たちも負けてられんぞ。もう一度全力でリハーサルだ。いいけど本番前にバテないでよね。わあ、ペニランだ。みんなで来るのは久しぶりだね。もっといろいろ変わってるのかと思ったけど、意外と変わってないな。なんだか懐かしいよね。それで、司さんが待っててくれてるんだっけ？うん、今日は一緒にショーをやってる友達を紹介してくれるんだって。そうなんだ、楽しみだね。うん、どんな人たちなんだろうね。いたいた、お兄ちゃん。お、サキ。え？サキ、そしてレオニード諸君、ようこそ我がフェニックスワンダーランドへ。フェニックスワンダーランドはあんたのじゃないでしょ。サキ、紹介しよう。こいつらは俺が率いるワンダーランドショータイムのショーキャストたちだ。そしてお前たち、ここにいるのが今日特別に招待した我が妹の。うわー、サキちゃんだ。ワンダフォー。なぬ、エムちゃん、お兄ちゃんと一緒にショーをやってたんだね。大鳥さん、ペニランでショーをしてたのは知ってたけど、まさか司さんと一緒にキャストをやってたなんて。そういえば、この身のクラスにいたっけ。なんだと。世間は広いようで狭いようだね。せっかく紹介するぞって張り切ってたのにね。あの人、公園で歌ってた人だ。司さんとショーをやってる人だったんだ。うまく歌を歌える方法、今なら聞けるかも。あの、うん、どうして俺の後ろに隠れるんだ？なんでもない。ああ、ご
ごめんね。ネネは少し人見知りなところがあるんだ。慣れれば普通に話せるはずだから、少し待っていてくれるかい？ねえねえ、せっかくだし、みんなで一緒に遊ばない？え？だって、こうしてフェニックスワンダーランドでサキちゃんたちと会えるなんて思わなかったし、私たちも今日は夕方からだし、それまでは暇でしょ？だからみんなで一緒にいっぱい遊んでいっぱい仲良くなれればとってもワンダフルだと思うんだ。僕は構わないよ。リハーサルなら今朝済ませたしね。まあそうだな。せっかくだし俺がランド内を案内してやろう。私もワンダーランズショータイムのみんなと仲良くなりたいな。私もしほちゃんはどうかな。しほちゃん、いいよ、今日は先に付き合うって決めたし。わー、ありがとう。それじゃあ私たちが案内するね。フェニックスワンダーランドの冒険に出発。おー、されるでしょ。もうちょっとこっそり出てきてよね。だってだってリン、ネネちゃんが心配なんだもん。気持ちは嬉しいけど、でもやっぱり初対面の人だと緊張するっていうか。むむむ、緊張か。そうだ、ネネちゃんがニコニコ笑顔で楽しめるようにリンがここで応援してるね。いいよ。っていうか見つかったら大変だし。こっそりしてるから大丈夫。こそこそできてないし。でもありがとう。いきなりは無理だけど少し頑張ってみる。次は夢のようなワクワク感を味わえるドリーミングエリアです。私このエリア好きなんだよね。夢の中がテーマのエリアなんだっけ。うん、雲の上を跳ねるような体験ができるふわふわトランポリンドームや、カートに乗りながらペニペン君の夢の中を回るペニー君のドリーミングナイツが有名だな。そういえばさきはトランポリンドームが好きだったね。うん、雲の上でジャンプしてる感じがとっても好きだったんだ。ああ、小さい頃からそうだったな。ここに来たら毎回トランポリンドームに入るんだが、2回3回と入りたがってダダをこねるんだ。なんとか説得してトランポリンドームを諦めさせるんだが、サキはむくれてしまってな。ランド内にあるレストランでフルーツパフェを食べさせて機嫌を直させるということが多々あったな。お兄ちゃん、こんなところで言わなくても。まあ想像できるよね。でも嬉しいな。フェニックスワンダーランドはみんなが笑顔になれる場所だから。司くんとサキちゃんみたいに小さな頃遊んだ思い出をこうやって高校生になって思
い出しながら遊んだり、大人になってまた違う思い出を作ったり、そうやっていろんな人が笑顔でずっと遊べる場所にできたらいいなって思ってるの。エムちゃん、うん、私にとってはベニランはとっても大事な場所だよ。お兄ちゃんともそうだし、レオニードのみんなとも小さい頃一緒に遊んだ大事な場所なんだ。うん、そうだね。みんなこの場所にいろんな思い出があるんだ。僕はたまにショーをしに来ていたけど、みんなのようにここで誰かと遊んだ思い出はあまりないかもしれないな。そういう意味で言えば、僕にとってこの場所での一番の思い出は司くんたちと一緒にショーをやるようになったことだろうね。うん、そうだね。あの、それじゃあみんなで思い出を作りませんか？え？せっかく遊ぶんですから、いろんなところに行ってみんなで新しい思い出を作りたいなと思って。草薙さんたちと一緒に。それではみんなで素敵な思い出を作るために、ドリーミングエリアのアトラクションをみんなで楽しみたいと思います。やったー。どれがいいかな。やっぱりトランポリンドーム。この年になってトランポリンは恥ずかしいんだけど。同じく。こんなに大人数で入ったら子供たちがびっくりしちゃうと思うし、今回は違うアトラクションにした方がいいかもね。そっか、うん、ねねちゃん、ねねちゃん、今こそみんなに話しかけるチャンスだよ。そんなこと言われても。あの、草薙さんは何か乗りたいアトラクションとかあるんですか？私は。頑張れ、ねねちゃん。なら、あそこはどうだ？ペニーくん、イン・ザ・ナイトメア。確か。お化け屋敷だったっけ。うん、怖い夢がテーマのちょっとダークなお化け屋敷なんだよ。怖いの？いや、全く怖くないな。小さな子供からご老人までファミリーで楽しめるコミカルな作りになっているぞ。それなら安心ですね。全然怖くないなら、むしろつまらなそうなんだけど。そんなことないよ。みんな笑顔で楽しめるお化け屋敷なんだから。お化け屋敷は笑顔で楽しむものじゃないでしょ。でもファミリーで楽しめるお化け屋敷はどんなものなのか少し興味はあるね。今後のショーの参考になりそうだ。それじゃあみんなでレッツゴー。あの草薙さん。ねね、もたもたしてると置いていくぞ。分かってるってば。一緒に行く。はい、みんなのところに行きましょう。